朝日地球会議2017分断から共存へ、私たちが進む未来にご来場いただきまして誠にありがとうございます。小池百合子様です。小池様、よろしくお願いいたします。今日はですね、この東京がどういう持続可能な環境先進都市を目指すのかというテーマでお話を約20分させていただくこととなっております。永田町取り巻き環境問題についてはこれは本日は触れませんので、残念ながらそこはご了承いただきたいと存じます。現在世界91都市が加盟する気候変動対策の国際ネットワーク C40 の運営委員会を私東京都知事として務めておりました。今月下旬にパリで、C40 運営委員会というものが、行われるわけでございまして、ちなみに、その会議が行われているのは10月22日でございますので、いろいろそこでお考えいただければこのように思います。